やはりタヌカナが手を出してきます。これは壁コンボにギリギリ削る。ローキック有利を作って暴れさせない。ミーミーがカウンターヒットを誘発していく。ローキック空振ってるぞ。レイジなのはミーミー。あ、失礼しました、タヌカナですね。入れ替わっています。さあ両者レイジで、うわレイジドライブわずかばかりに、タヌカナ発生勝ち。先生タヌカナ、この組み合わせは、ね、中間距離においてはアスカ側に分があるですけれども、接近戦ではシャオユに分があるという構図になっておりますので、ミーミーとしては接近を阻みたいが、ここは素晴らしい横移動のタヌカナ、勢いがあります。タヌカナの持ち味が出てますね。やはり前に出るそのプレッシャーでカウンターヒット。おっとコマンドミスがあったか。龍蛇蹴り、これを打たれるとシャオユ側はちょっと厳しい。掘り起こし壁、受け身確定を狙っていくミミ、そして剥がしコンボまで完璧。1ミリ残るが追い蹴り食らってもまだミミは大丈夫なやつ。ロキックです、使用対応。2対1、開幕長打。やはりタヌカナが強気ですね。壁に行くでしょう。タヌカナの攻めが止まらないぞ。追い蹴り勇者の外、ダウンに当たる攻撃を打ってるが、ホーミング。展開が変わる前に1ラウンド、1試合欲しいのはタヌカナでしょう。どうだ、パワークラッシュ。逆転を狙う一手が来そうであったからこそのパワークラッシュ、体力の多さを生かしましたね。戦略的な打ち方です。なんか戻ってきたらすごい試合が繰り広げられる。めちゃめちゃ注目カードですよすごい試合が、タヌカナ対ミーミーですけど、1試合目はかなりタヌカナが攻めがうまいので、はいはいはい、それに対してやっぱミーミーが後手に回ってしまうっていう展開が多かったですよね。ミーミーとしては多分カウンターをもっと取りたいんですけど、タヌカナの攻めの圧力が勝ってるので、その攻めをどうにもできなくてっていう感じが多いのか、はい、受け切れてないという感じでしょうかね。対応力が乱れますね。さあ第2試合です。展開が変わるかすればミーミーにも分はあるが、接近戦に持ち込まさないことが重要でしょう。いい生ロード龍蛇蹴りが本当に勝利はきついので、なるほど、うわあ、そして加熱コンボのつなぎが高い。ジャブを潜った、飛んでいる。偉いな、あれはマジで偉いですね。勝利がレイジ状態になったので、強力な下段攻撃のレイジドライバーが来る可能性があったので、あれだったら攻撃客の方でもジャンステで大丈夫ですもん ね、 ですね。だから両対応の選択肢はミミは取れました、はい。しかし下水晶これは減るぞ。うわ割れだ、置き攻めもついてきます。2発目しゃがめず、わずかばかりの発生勝ち。大素材強化されたんですよね。セブ系の圧力はシャオユはさらに増しましたからね。生ローが結構機能してますね、はい、いい感じですね、はい。そして龍車派手いくでしょう。難しい、近すぎましたね。この龍車に対しても2号体ぐらいしかスカカクなかなか入れられないんですよね。ユリ相打ち、置き攻めが、いやタヌカナ展開変わりましたか。龍車蹴りの打ち所を変えましたかね。あれがヒットすることによってミーミーがペースを握っている。アスカのダメージ源ですから、はい。そして中間距離、いいワードが打った、壁いってダメージ中止、下段太い太い、右投げ通った。2択、レイ状態、背中を向けたいシャオユ。いやーしかしローキックからかすみショーだ。いい試合なんだよな。非常に強力な連携を惜しみなく使っていきますミミ。生ローと龍舎がダメージ源になってましたね。相当いいですね、はい、生ローもその展開を、そのタヌカナの攻めがすごい
圧力があるので、それをシャットアウトするための生ローといった感じで、はいはいはい、かなり展開に来てますね。その生ローを嫌がってちょっと待って手を出すと龍舎に当たっちゃうっていう展開に当たってますね、はい、ここタヌカナ腕の見せ所じゃないですか。この展開、ミミが修正してきた展開を後出しでどう変えられるか。そうですね、いや彼女性なんですよね。こうレベルが高いです。女性対決は覚えないなんですよ、ね、レベルの高さ。まずはやはり田中奈は自分のスタイルを崩しません。攻める、前に出る、しかしカウター、暴れを許さない。ミミカウンター、ヒット一発目をすかしての2発目カウンター。から終わらず膝でしたね。あーなるほど、2発目がある。一発目に対してすかしかくて打ったミミだが、2発目は待ってた。うおーインジャスツロー攻めっ気を感じる選択肢ですね。あすかも空中判定でしたよ。はい、お互い、うわー、確定上げきっちりしてる。しかし RP、LP が両パン調子になってしまいました、はい、ミミ。これは田中のチャンス。うわ、格闘技か。ワンツー、うわー張り付いた。あー、うまい。壁の位置完璧。今度がうまい。最大ダメージですよ、田中がリーチ。拾ってる、ローキックからのさっきガードされたのに臆せず打っていきますね。3発目がある。またも3発目、削りの耳。おっとカウンターから連続ヒットする。これは決まった。3立て、タヌカナ修正するどころか自らのスタイルをさらに研ぎ澄まして、そうですね、進化しました、ね、進化しました。変えるというか自分のスタイルを進化させたという感じでしたね。押し切りましたね。押し切りました。これでミミ選手は、ルーザーズブラケットに回ることになります。いやしかしね、驚くべきことにこのブロックノビがいるんですよね。なるほど。おノビの試合がステージ上で行われるようです。